60キロ、66キロ、73キロ、81キロ、4つの階級でこれから3位決定戦と決勝戦が行われていきます。まずは一番軽いクラス60キロ級の3位決定戦からです。まず最初の試合は赤が韓国のチョン・ブキョン、そして白が日本の堤です。今日はこの60キロ級は日本出場した4選手が全員が準決勝まで勝ち残ると、実は準決勝は日本人選手同士の試合が2試合組まれました。この60キロ級はこのところアトランタオリンピック、そしてパリの世界柔道で金メダルを取った野村、去年のあのアジア大会で金メダルを取った徳の2人を中心にですね、非常に層が厚くなってきましたね。そうですね、日本人の中で一番安定して見てられる、怪獣じゃないかなと思いますね。はい、指導している細川コーチも今日本の中ではやはり一番層が厚くていいんではないか、さあ背負ってきました、1本取りました。綺麗に回していきましたチョン・ブキョンです。堤、3位決定戦で敗れてまず3位は60キロ級チョン・ブキョンです。ちょっと元気なかったですね。そうですね、はい、途中までは勝ち上がり良かったんですけども、そうですね、この3位決定戦だけちょっと今日は堤元気がありませんでした。マーク背中に乗せて、はい、自分から回転していって見事な1本ですね。そうですね、韓国も非常にこの軽いクラスいろんな選手が起用されてくるんですが、このチョン・ブキョンという選手もかなり力を持っている選手と。そうですね、いうことですね。アジア大会ではですね、はい、違う選手が出てたんですけども、そうでしたね、我々が見る限りでは、